P-64 飛行する P-64P-64 は、ノースアメリカン社が製造した1930年代後期における輸出用戦闘機のアメリカ陸軍での故障。車内故障は、ナー -50 やナー -68。ノースアメリカン社は1937年、ベストセラーとなった練習機 T-6 的3をベースにした、 タンザ金属製引っ込め足の簡易型戦闘機を開発した。ナマイナス50はペルー空軍に7機輸出され、1941年の同国とエクアドルとの紛争に参加している。ちなみにナマイナス50はノースアメリカン社が開発した戦闘機第1号であった。1939年12月、 ナマイナス50を審査した対応国空軍は、ナマイナス50の2門の 7.7mm 機銃に、加え主翼に 20mm 機関砲を喧嘩した、重武装型ナマイナス68を6機発注した。ナマイナス68は1940年に輸出されるはずだったが、東南アジアに影響力を拡大しつつあった、日本軍の手に落ちることを懸念したアメリカ政府は、 直前に同期の輸出を禁止し、自ら入手して P-64 という名を与えた。アメリカ陸軍における P-64 は武装を撤去して高等練習機として使用された。その後1943年には RP-64 と改名して連絡任務に使用された。シリアルは41から19082から19087である。 ありがとうございます。